そうでもしないと頭がおかしくなる。だってラブコメディスクロニアクロノスオルタネイト。異常ありません。あ、もうシェルダーに戻ってもええんじゃ。オッケー、帰ろ。帰ってきた。観察官ルーム。異常ありません。オッケーやな。結構いろんな人がたくさんおるな。ちょっと一つ話調べてみようか。不安を抱えていると学長務から外されることがある。人の姿を取るってことは眠りが浅い。あ、そうなんじゃ。ストレスを抱えているんだな。魚の人が、魚が拡張部の中に入っとる人間って言おったもんな。気持ちが楽な時はあんな感じなんやな。そういう感じの比べ方ができるわけ。実験のせいで研究員の肩身が狭い。事故の情報が漏れたせいで、他の外の都市との関係も悪化したと。アイオン粒子の研究も許可なしでできなくなった。へぇ。やっぱでかい事件があったんやなって。勤めて10年くらいの若手ばっかなんじゃ。それより前のことを知っているのはもう辞めたマースターくらいだと思うわ。いや、言った言った、あの人か。あの人元研究員だったんじゃ。へぇ。お疲れさん。初日から大変だったみたいだね。ゆっくり休みなさい。ありがとう。春に対して親身になってくれよな、研究員の人たちは。お疲れ様。あら、春、ノエルを見かけなかった？検査の時以外は出てこないから、いるのかいないのかわからないのよね。引きこもりなんじゃ、ノエルは。あ、ちょっと待って！悪女リンゴさんで !VTuber の。あ、苦情生じ、今回も出とった。アルトデウスの世界でもさ、前作のアルトデウスの世界でも苦情生じみたいなあったな、確か。今回もあんた、この世界戦でも社長やってんのか、あんた。あやな、クラウドファンディングの法人コースかな。ちなみにその法人コースって俺も出てるんでね、俺の顔もいつか出てくるはずなんでね。操作は順調？初日はどうだった？初日から散々だったわ。銃で撃ち殺されるし、時が戻って、ね、なんか生き返るし。ドローンベーダたちは可愛い見た目だけでもとても有能なの。ラムハード博士が、創設期に接近した7体のドローンの一つなの。リリーみたいなのがあと6体おるってことか？もう大変。研究儀のある不思議な部屋にマイヤにいた子がいた？落ち着いて。それはきっと夢よ。ああ、俺が見たことを話したんかなって。調子はどうだ？おかえり、部屋に戻るのかい？あ、部屋戻れるんか。待って、部屋戻れたら結構話、だいぶ変わってくるんやけど。綺麗な人だな。いいな、九条凛子さん。主人公に綺麗な人だなって言われて。研究に必要な資材を外から提供している企業の総帥。めちゃくちゃ重要人物。話が変わってこだけめちゃくちゃ重要人物。いいなぁ、リンゴさん。ここシェルターってところが、俺の部屋あるんかな？クラウドファンディングの多数の、投資者の顔がさ、出てくるようになってきたなぁ。ありがとうございます。操作は順調？あれ、なんかこれさっきもなんか同じ人おらんかった。同じこと言おった人おらんかった。リビング。ここ春の部屋か。
研究所の最上階にある、あれ何これ、変異体の保護シェルター、僕らを管理するための特別室だ。ええー、もともとマイアとノエルが幼い頃から住んでいた場所だった。結構居心地良さそうやな。チェスの番があるな。9歳の時から2人と一緒にここで生活している。はあ、ノエルここにおるんやな。なるほど、ここにいつもこもっとる感じじゃ。こもって何しよんかな。あ、来た。姉さんが眠ってるんだから。ノエル意外と声低いな。見た目もうちょいショタっぽい声なのにな。あ、お前もなでなでして、なでてしまうよな、リリーの可愛さ。何やってたんだお前、 YouTube でも見てんてんかお前。俺は YouTube やってるぞお前。引きこもっとんよな。僕、姉さんのそばについていたいから。そうじゃ、前になんかさ、マイヤっていうキャラクターの名前出てきて、それを春の恩師みたいな感じで勘違いしとったけどさ、ノエルのお姉さんがマイヤっていう、3人で過ごしているうちの1人でノエルのお姉さんで、今はなぜか寝たきり、眠ったままになってるみたいな。これも3年前の事件が影響しとんだろうなっていう感じか、感じらしいです。自由行動やな。イケメンなのにな。おいワンちゃんさ、結構渋谷とか歩きよったらさ、スカウトマンに声かけられるかもしれんぞお前。何してんのお前。コーヒー砂糖入れる派なの？わっ、うわやばい、エモいもんを見てしまった。これは見るしかねえっていうエモいもんを見てしまった。文字はかすれていてもう読めない。うわー、ほえばしい、ほえばい、ランランルーってやってる、ランランルーって。子供の絵だ、文字はくても。こりゃエモいもんが見えるぞ。春、こっちに来て。おお、小さい頃じゃ。あ、春ってことこれ、マイヤ視点か。ここで一緒に暮らすなら、はっきりマイヤ視点。何？何を？上下関係を。上下関係はっきりさせておかなくちゃ。どうだ、そういうこと言うやめてよお前。あ、来た。何が好き？これで春はさ、麻雀っぽいとか言うて、お前麻雀やりたいのかみたいな感じのことを言い出したらどうしよう。ミルクと蜂蜜。はよ。ホットチョコレートだよ。僕は君の瞳かなとか言うてさ、マイヤにキスし始めたらどうしよう。春？春？春？微笑ましい光景が見えるな、君ら3人の過去を見たら。チェス盤にちょっと触れれるみたい。ずっとここにあるけど、これで遊んだ記憶はない。これは、はあ、記憶が進む前はどうだったんだろう。ずっとここにあるけど、これはずっとここにあるけど、でもこう真ん中にあるってことはさ、なんかこれは思い出の品っていう感じはするんやけどな。これは？えっと、
検査予定表、ノエルは明日。一番下誰なんだろう、別のコーナーかな。うん、マイヤの部屋、ノエルの部屋、じゃあこれが春の部屋、え、なんや、そうそうか、こっちか春の部屋か。マイヤの顔見てきちゃうもんね。挨拶するのは少し気分が落ち着いてからにしよう。はーい、じゃあ自分の部屋戻ろう。そうか、検査でたった1日帰らなかっただけなのにな。こんな感じか、結構広いな。なんこれ、あ、ちょっと待って、みんな。よっしゃーって思うが目に入ったよ。すごく長い間離れていたような気分だ。うん。というのもこれよ。こっち。これは。来た。これもここに来る旅の途中で拾ったものだったかな。見てくださいよ。俺。俺、クラウドファンディング参加したんでね、法人コース。こんな感じで、俺デザインのヘッドホン、部屋に置いてもらいました。ちゃんとこれ、立ち絵も出してもらってさ、刹那圭介ってね、入れてもらって。もう、俺のさ、神作と思っているゲームにね、自分の顔と名前出してもらって光栄です。なんだか懐かしいような、春がこう俺のヘッドホン見て懐かしいって言ってくれるからね、なんて光栄なことでしょう皆さん。これは、SK990 切断圭介の略になってる配信者限定モデル、旧時代のヘッドホンの形を模した、聴覚拡張デバイスフォニーヘッドホンやな。人気配信者、刹那圭介の限定モデル。この世界では俺人気配信者ってことになってる。めっちゃ持ち上げてくれてる、これ。あんまり人気ないんですけどね。こっちは何だろう。カグラ。この世界の AR のボードゲーム、ボードゲーやな。オンライン対戦可能のポドゲってすごいなって思うけど、マッチングは都市内のみ。いや、こんな設定あるなっていう話は聞いとったな、なんか。で、これは情報じゃ貼るの。お、まだなんか見えるものがあるね。これは記念コインのケース、発行したのはオーグメンテッド東京、東方の古い都市の名前。なんか気になるな、これ。大昔、巨大隕石が落下して、地上が居住不可能になった時期は、都市は地下にあった。だけど、今は地上に再建されているらしい。え？ちょっと都市が地下にあったっていう話。なんかアルトデウス、ちょっと、前作のアルトデウスとちょっと話が、繋がってきてないですか？これは。気のせいか？オーグメンテッド東京。さあ、どんなものが見える？すごい気になるぞ、これだったら。そんな大昔の都市のさ、記憶ってことになるんじゃん、これ。姉さん。そんなことはなかった。シーナの。わ、かわいい子。マイヤだ。マイヤちゃん、かわいい子。ノエル、ね、なの。ハル、最近疲れてるなの？まだ眠っててなの？リリーまで、ここで何してるんだ？ねえ、ハル、目が覚めたら、私たちとゲームをしない？どんなゲームだ？ゲーム。僕たちがコインを隠すから、ハルがそれを見つけるんだよ。あ、そこでコインが出てくるんじゃ。二人にあげる。僕はそういうのはもうダメだよ。春に見つけてほしいの。今じゃなくていいから。
え、まだ見つけれてない状態だったりするんかな。え、なんの意味ありげな感じ。何その意味ありげな感じの。目覚め。え、まだ見つけれてなくてさ、部屋探したら出てくるんかな。街のどこにがある。街に隠すな。せめてこの建物をどっかにしろお前。誰かに拾われとるかもしれんね。5万円も、しかも5万円も隠してんのか。全部揃うぞそんなことしたらお前。お前勝手に街に5万円もコイン隠すなお前。どっかにあるんか、頑張って探したら。そういうやり込み要素的な感じなんか。何やってんだあいつらは。謎のバッグ。寝るか。でいいんかなこれ。あ、なんかある。あ、そのうちの一枚これか。え、こんなところに置いとったんじゃ。アウトマキア、東の砂漠に今も眠っている巨大な人型兵器なんだ。アルトマキア、アルトマキア、やっぱオーグメンテッド東京ってそういうことか。アルトデウスの世界観でないか。まるでお前そうじゃ、アルトデウスに出てくる東京、どっちの名前オーグメンテッド東京だったわ。なんか聞いたことあるなと思っとったけど、そうじゃわ。しかもアルトマキアって主人公が乗っとったロボットの名前。アウトデウスの主人公のクロエが乗っとったロボットの名前じゃん。まあもう完全にストーリー繋がっとんじゃん。すごっ。アウトマキアのコイン手に入れた。銃の巨人。もこんなところストーリー繋がってきとんやな。ある。あ、10枚か。これ下5枚上5枚に入れれるような感じになっとんじゃ。あと9枚もあんの。おいノエル、お前の部屋見せろや。お、僕の部屋に何か用。ノエル見せろや。いつもよりピリピリしとんか。刺激せん方がいいな。マイヤの部屋もういけるかな。挨拶するのは少し気分が…気分を落ち着かせる方法をなんか探すってことか。あ、飲み物飲むか。温かい飲み物でも入れようか。ノエルにも入れてあげよう。オッケー。ねえねえ、ノエルの好きなの飲むの覚えてるなの。覚えてるよ。青汁。好きな飲み物を入れてあげたら仲良く話せるかもしれないよ。どうやってすればいいんでしょう。好きな飲み物なんだお前。好きなもの飲み物ってなーに。ああ、料理担当俺だったんか。あ、マイヤとノエルと年下なんやな、春からしたら。そうなんじゃ。あー、でもなんか言おったな、過去の話でなんか言おったわノエル。でこれは何、コーヒー、ティー、ココア、紅茶って言わんかったんけ。覚えてなかったわ。もう俺コーヒー飲みたいけんコーヒー入れるんやけどな。俺コーヒー飲みたいけんコーヒー入れるわ。お前もコーヒー飲むか。違う、自分のために入れた。それ自分のために入れたやつじゃ。いらない、好きじゃない。それは自分で飲みたいから入れたやつだよこれ。ああ、俺ブラックのコーヒーが好きなの。ノエル、ラムファード博士が殺されたことは知ってるよね。あ、ちゃんと入れたんじゃ。ちゃんと入れ直したんじゃこれ。
僕が事件を担当してるんだ。今日博士の家に行ってきた。ああ行ってきた行ってきた。僕らの力を使ってでも一刻も早く事件を解決したいんじゃないかな。重要人物やけんな。カイロスが稼働して以来殺人事件なんてこの町ではなかったんだ。拡張無は犯罪を予防して夢によって町は監視されている。システムが正常に機能してるのに博士の死は防げなかったんだから。うん、それはどういうことを意味しているのかって話。ノエルのことを疑ってるわけじゃない。なんだ、ノエルの力に何かあるんか。僕よりも博士のことを知ってるはずだ。話を聞いてみよう。話を聞かせてくれノエル。事件前後の行動。ノエルは昨日の夜から今日の10時くらいまでどこにいた？ノエル？答えたくない。どういうことだ、もう意見。おい、黙秘し続けたらちょっと自分に不利になりますよ。博士について、あの発言からしたら博士のことはあんまりよく思ってないみたいやな、ノエル。あの人の話なんて何も教えてくれんやん。そうだ、ノエルにあれを返してあげよう。ああそうだった、これがあったわ。これはノエルのものだよね。これどこで。博士の、博士の家で見つけたんだ。家で、ああそうそうそう。今日記憶を見たんだ。小さかった頃の博士と僕らの僕はずっと、あの人は研究者としての自分の地位を上げるために僕らを利用したんだと思ってた。だけど違ったのかもしれない。いや、ハル、ちょっと勘違いだったんじゃないかっていう疑問にたどり着いたんじゃ。もしかしたら3年前博士には何か事情があって。そうよな、あの過去の世界を覗いた時の博士の表情になんか悪い人っていう感じの雰囲気はなかったんよな。3人との絡みを見た感じ。あの人の話なんて聞きたくない。ノエル？ノエル待ってなの。ハルとちゃんとお話ししてお願いなの。マイアとの約束覚えてるなの？知らない。レンなの。仲良くしてくれないならもうリリーはノエルと口聞かないなの。じゃあ言ってやる。なんだ？事件の捜査なんてやめてよ。そんなのハルがすることじゃない。あんなやつ殺されて当然なんだ。全部あの人のせいなんだから。ニックンどうぞ。デベルなんじゃな、ノエル博士に対して。ああそうじゃそうじゃ、忘れたのも事件の影響でマイヤが寝たっきりになったってことだったらそう思っても仕方ないんか。だけどノエルも小さい頃は博士にすごく懐いてたじゃないか。反抗期か。僕はそんなことも忘れてた。自分の過去に何があったのかちゃんと知りたいって思ったんだよ。ああ、じゃあどうして今まで思い出そうとしなかったの。怖かったからでしょ。思い出しても過去にはいいことなんか一つもないからだよ。それは僕は春にこれ以上あの人に関わってほしくない。姉さんだって絶対にそう言うよ。マイヤもそうだよ。なんで姉さんのそばにいてくれないんだよ。ハルがそばにいたら目を開けてくれるかもしれないのに。え、もしかしてキスしたら目覚めるかな。白雪姫、白雪姫的なバージョンで。泣いてなんかない。リリー、今日はノエルと一緒にもうお休み。ああ、耳がしなーってなっとる感じがあるね。なでなでしていいなのよ。ごめん。リリー、僕今日は一人で眠りたい。
ああ。ホテルなの？違うよ。ちょっと疲れたから。はあ。博士の死っていう、博士のことで考えるってことが、ノエにとってはもう苦痛なんやな。それぐらいの人だったんじゃ。それぐらいに憎んどる相手なんじゃ。まあお姉さんがな、事件の影響で眠った気になっとるってことだな。見たら今日はもう休もう。え、どうしよう。試しにキスしてみたら起きたらどうしよう。白雪姫ほんまに始まるぞお前。ようやく、あ、どうした。あ、ぐったーとしてる。めっちゃぐったーとしてる。面白いぐらいにぐったーとしてる。ノエルがリリーを部屋に入れてくれないなんて。悲壮感たっぷり。やばい、最後まで悲壮感たっぷりなんやけど。マイヤの部屋入れるぞ、どうだ。入るよ、マイヤ。ああ、こういうカプセルに入っとんやな。こんな感じで。お？あ、これ！九条、夏目さんだったかな。この人もクラウドファンディングで参加したってことか。メッセージ出てこんな。ん？なんか出てきた？これは。で、これ。ああ、頭の飾りか。つけとんな、こっちの写真にも。過去が見える、これも。いやー、これもまたエモエモエが見えるんかもしれんが、思い出の品っぽいな、なんか。リリーで。これうまいやよな。ここどこなの？リリー、おう。マイヤ、泣いてるの？どうして？タイミング的にどれくらいの時間帯なんだろう。リリーが起きて嬉しいから。ほら、リボンもお揃い。ね。あ、リリーとお揃いのリボンだったんじゃこれ。怖くないよ。ずっと一緒にいるから。少しも怖くないわ。あったかくて。どういう頃の話なんだろうな、これ。これは？ん？おう、もしや。これは、リリーが初めて起動した時の記憶かな。あ、初対面こんな感じだったんじゃ。初対面から名前呼んでくれよったんじゃ。これか。ずっとここで眠り続けとんじゃ。彼女は未来予知能力者だ。あ、マジで。3年前、僕と彼女を被験体にして、未来読めるんか。実験が行われた。僕は記憶をなくすだけで済んだけど、彼女は。そうか。こんばんは、マイヤ。今日はおかしな一日だったよ。この街で誰かが殺されたっていうだけでも。でもなんかあの世界、あの死んだ後にたどり着いた天体儀の世界さ。マイヤっぽい子がおったんやけど、あれどういうことなんだろうな。殺されるかと思ったら時間が巻き戻って過去に戻った。それにあの時君が見せてくれた未来は7日後にこの都市が崩壊する。この事件はまだ終わってない。あの時僕にそれを伝えようとしてた。あ、あれマイヤが見せてくれた未来なんか。君はここにいるの？それともあの場所に？なんだ？なんか光ってる。え？うわあ、なんか始まる。あ？春、
あ、マイヤ。またここにいたの。またかこの話か。追いかけてきたの。なんかさ、アウトレースもその時もそうだったけどさ、今作もヒロインが寝たきりってかもう過去の回想でしか喋らんっていう状況が続くよな。違う違う、私もここにはよく来るの。だって真っ暗になると空の光がすごく綺麗に見えるから。これなんでラブコメ？にしか見えなくて、人の体には毒なんだよね。ほうなんじゃ。普通の人たちはあの光に触れると塵と水に帰ってしまうって。えぐっえぐっ、割とえぐいもん見えてるんだね、こんな綺麗なのに。僕らには毒じゃない。ドームの外が汚染されてるなんて、外で生きられない人たちが一方的に言ってるだけなんだ。ああ。この都市が自分を閉じ込める檻みたいに見えてるの？ねえ、スノードームって知ってる？あ、置いてあったな、部屋にも。球形のガラスの中に守られた小さな町にキラキラした雪が降るの。ああ、そういうお土産あるよね。見ると、この都市はそんな風に見えるって。あなたも見た？そうなんじゃ、外の世界か、うん、私はこの街が好き。はい。博士が作ったこの街がずっと私とノエルを守ってくれてた。やばい、なんかラブコメみたいな波動を感じるんやけど。みたいに。ハルと一緒にいつまでこの街で生きていきたいなみたいな。ラブコメ！ここでしか生きられないよ。だって外にいた兵隊はみんな死んでしまったんでしょ。そうなのか。されたんだよ。死んでなくて？初めて会った時、あなたが泣いてた理由も、今も泣いてたのはどうして？泣いてなんかいないよ。ダメだよ、強かったって全然隠せてないんだから。デステハル。話してももう手遅れで、どうにもならない。過去が何一つ変えられなくても変化するものがあるの。なんだい？たった一つだけだけど、一番大事なものなんだよ。僕はここに母さんに会いに来たんだ。母さんここにおるん、おったんじゃ。ここに来る。そうなんじゃ。東の砂漠を越えた先にある水辺の小さな家に住んでいて、都市の人たちが隠れるみたいに暮らしてた。父親はいなくて母さんと二人きりだけど、3年前母さんもいなくなった。3年前なんじゃ。それもなんで母さんがいなくなったのか。小さかったからかな、よく覚えてない。恐ろしい夢を見て目覚めて気づいたら僕は一人だった。そうだったんじゃ。過去な過去を背負ってきたのかな。分かってたんだ。なんでだよ。この都市に行くことを決めた時の母さんの記憶を見たから。へえ。おじさんが迎えに来てくれた時は嬉しかった。旅の間中ずっと嬉しくて。ああ、それでここに来るまでの間の旅があったわけじゃ。その間に俺のヘッドホンが、まあこの世界観でも俺ゲーム実況続けてるんかな。でもここに来たら母さんはもうとっくに死んでた。それからずっと自分に言い聞かせてるんだ、もう会えないって。何度も何度も。悲しいな。そうでもしないと頭がおかしくなる。だって、あ、ああ震えてる。ラブコメ。泣いてもいいよ。私に強がって見せても
意味ないんだから。岩見見せれんな。あなたの泣いたところ、もう何度も見てるもの。もう読めやん、もうこんな読めやん。今度は私の話も聞いて。なんだ、聞くぞ。いいよ、いくらでも聞くよ。私ね、都市の外にいるお兄ちゃんが来るのを待ってたの。お兄ちゃんおるんじゃ、三人兄弟。よくここに来てたのはそのため。ここならゲートが見えるでしょ。ずっとノエルと二人で育ったから、時々すごく不安になって。私も早く優しいお兄ちゃんに甘えたかった。お姉さんだもんね、上だったもんね。お兄さんはまだここには帰ってきていないんだね。うんうん、今日帰ってくるんだよ。え、今日？それは未来を見たの？どうだったんだ、どうなんだろうこれ。そうよ、この後会ってどうなるんだろう。会えるのかほんまに。その星が流れる、その星に願ったと振り返ると、お兄ちゃんがそこにいるの。ほら、顔を上げてみて。春が私たちの家族。ああ、流れてる。なにそれ、家族ってそういう意味ですか？夫婦的な意味ですか？ね、ねじゃないんだよ。甘酸っぱいな。マイヤはいつから僕がここに来ることを知ってたの？知ってたとか、そんな確かなものじゃないの。未来予知そんなとこに使うなお前。来るかもわからないこの瞬間だけ、私ね、流れ星を見てこの時のことを何度も思い出したの。今起こったことなのに。未来だって私には記憶の一部よ。そうか、なんだろう、過去を見える春とは対極によるキャラなんかもしれんな。そうなったこともね、未来の記憶を見せてあげる。迷子にならないようにこうして手をつないで目を閉じて潜れば平気。そして何が見えたんだろう。思い出したな。いつもの誰かの記憶じゃなかった。あれは僕の記憶だ。あんな大切なことをどうして今まで思い出せなかったんだろう。なんか心に鍵をかけていたんだろうか。記憶を取り戻してもいいことなんてないって言ったけど、僕は博士と僕らの間に何があったのか知りたい。俺も知りたい。どうしてこんな関係に、あんだけ仲良さそうに家族みたいに慣れ親しんでいた4人の間に。守るためにも